先月の富士サンケイレディースでプロ5シーズン目にして国内ツアー初優勝を飾った高橋さやか選手、昨日新潟市役所を訪れ中原市長に初優勝を報告しました。サイン入り色紙とゴルフキャップを中原市長にプレゼントすると、市長からは市内産のバラの花束と本人の大好物という白根ポークが贈られました。初優勝まで結構時間がかかってしまったんですけど、まあ、今年の早い段階で初優勝できたので、これからもっと複数回優勝できるように頑張っていきたいなと思いました。高橋選手は今週末長岡市で開催されるヨネックスレディースに出場します。